こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、本日は、無課金サブアカ柴犬丸やっていきたいと思います。なんとね、ジオング降臨、同キャラ禁止が来てるというわけで、あれ、この前ね、ラグドラ降臨挑んだわけですよ、ガンダム染めで。あれ、もしかしてあのパーティーでジオング降臨いけるんちゃうと思って、はい、ちょっと撮っていこうかなと思います、動画の方を。はい、はい、あのパーティーご紹介しましょう。プロビデンスフラッグですね。はい、リーダーね、リーダープロビデンス、はい、聴覚性スキルプラスで潜在が、遅延2つにリーダー遅延耐性、あ、ごめんなさい、アシスト言ってみました、アシストがバレンタイン、誰だったっけ、ノクタリアの武器です。はい、で、これはリックディアスですね。リックディアスが、聴覚性が LG。で、上限解放、スキル遅延マックスに、キャプテンのゴーグル、これは、この前ね、あの、動画見返したら、ローって言ってたんですけど、あの、キットの武器でしたね。はい、すいません。で、これが、ペガサス進化したブラックバードですね。はい。まあ、正直、鳥の方で入れた方がいいんですけど、はい。流行りに乗っかっていこうというスタイルです。で、聴覚性スキルプラスに、上限解放に、100体モンスロートですね。はい。で、これがまたもう、闇属性のマシンタイプがいなかったから、まあ、使ってるだけなんですけど、はい。もう、スキルチェーンフルマックス、あ、ごめんなさい。オールフォーワンでございます。はい。ヒロアカのね、はい。スキルチェーンマックスに、ドラゴニックオーラーですね。バランの武器ですね。はい。はい。で、チャコルですね。はい。チャコルに、聴覚性、暗闇耐性。で、スキルチェーンマックスに、これは、ギラ動画の武器です。あの、マシンタイプを付与してるんですね。はい。で、フレンドさんが、ユニオンフラッグカスタム2ですね。聴覚性10コンボ強化に、上限解放、スキルチェーン2つ。集中砲火でございますね。はい。あ、バッチは HP プラスです。ジオング降臨、同キャラ禁止さん、対戦。よろしくお願いします。おっとこれはまさめちゃめちゃ聞き覚えのある音楽が流れてるんですけど、おっと燃え上がれ燃え上がれ、ちょっと待って、待って編集どうしよう、これどないしましょう、走れいやいや、ファンとしてはね、すごい歓喜なんですよ。もうめちゃくちゃその、嬉しゅうございます。ありがとうございます。状態なんですけど、ちょっとね、どないしようかな。よしよしよし。ロック解除するね。LG 作ろうか。はいはい。はい。はい、はい。はい。10個もいったかな。コンボ加算がね、そのブラックバードに慣れてるせいでね、闇の2コンボ。全然してくれない気がするんですよね、この組み合わせ。叫べ、まだ絶望に沈む。雲積んでねん。なんで雲積んでへんねんの。はい。行けよ行けよ行けよ、あ、消えてなかったん、オッケーオッケーが、はいはい、オッケー、ほら広い3年生、暗闇は大丈夫やねんね、それはえげつない量の、えげつない量のルーレットかましてくるな、はいはい、多分10個もいったでしょ、いってないね、よみがえるガンダム、君よつかめ、コンボ現象来るか、それはやってるで、それやってるで、もうね、平和を求めて飛べよ飛べよ飛べよ、デビルメイクライの時はね、勝手にそのロックがソフトが反応してくれはったんですけど、
この状態はどうなるんやろうなと思ってですね。もうすでにね、プレイされた方、ちょっとご存知だと思うんですけど、いや、マジでどうしようかな。はい。よっしゃ、10個目いった。とりあえず今、この勝負に集中しよう。はい、宇宙で。あ、シールドか。やばい。燃え上がれ、燃え上がれ。普通に、燃え上がれ、ガンダム。バッカクセミコ積んでなかったよね、これ。ラグドラ用のパーティーなんで。まだ怒りに燃える、あ、ちょっと指が短い。星があるなら巨大な敵を、指が短いよ。撃てよ、撃てよ、撃てよ。はいはい。正義の怒り、とりあえず軽減さえ貼っとけば。ガンダム、起動。はいはい。戦士ガンダム。カメラ揺れちゃった。ジャイアントバズーカでさ、毎回ちょっと、これはあかんて。よしよし。ビームピストル使いまーす。ごめんなさい、ちょっとね、多分、全然トーク、おもろないと思うんですよ、ほんまに。実はね、もう、ずっとぶっ、通してお仕事してて、半端ないほど使えてるんですよ。うん、半端ないほど使えて、でもジオング降臨、ウキウキで来たわけですよ。この目の前の問題をどうしようかなと思ってね、他者より強く行こうか。よみがえる、よみがえる。もう ずっと歌っとこうか、もう。ガンダム、君よ。ずっと歌っとこうか。でもガンダムコラボのね、良さは伝えんとあかんしって思ったら、まだ愛に振る。もうなんか、踊るか、歌うか、しか思い浮かばんないけど。飛べよ、飛べよ、飛べよ。銀河へ。よし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 。飛べよ。オッケー。ガンダム。いけ。どうされた。おお、かっこいい。いやー、それ来る？私もニュータイプのはずだ。愛震える愛、それは別れ歌。やばいな、これ。神演出なんですよ、めっちゃ。濡れる肌も土に変える。ちょっと待って。これ使おうか。はいはい。まあ、くそー、事前情報。事前情報。なんか、見といてよかったな。愛、命、よしよしよし。ちょっと10コンボいかんとね、マジで、へっぽこなんですよね、このパーティー。ほんまどうしたもんやろ、これ。生き残る愛戦士たち。フラッグのスキルを早く使わなかったら僕も悪いんですけど、一切回復ができん。OK。まかに燃える。死にゆく男たちは、たたよ、ごめんなさい、ほんま、初歌ってみた動画出すかもしれないですね、もう。何をかけるのか、やばいやばいやばい。よし !OK! I pray, pray to be !13 個も持ち上げる。ポケモン。いやいや、13コンボ吸収のがバケモンやって、ほんま。どうしようか。こうしようか。ちょっとビームピストルすることによって、ちょっといろいろややこしいことになっちゃったな。はい、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 オッケー。いや、足りひんのちゃうか、これ。いやー、ラジですよねー。いい、悲しみの愛。ちょっと待って。回復ないとやばいって、これ。よしよし。もう平積みで、平積みで。生き延びて、自平道を吐く。
ギラズミ死神の列、はいはい、めっちゃ目痛いし、回復をつけて、回復をつけて、それか、言ってくれ、おっす、おっす、オッケーオッケー、あぶねえ、でもこれ行くしかないよな、最大 HP 増やして、よしよしよし、あのクルーゼのスキルはね使いたかったんですけど、指減らされるのがもう死活問題なんで、はい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 、はい、もう一丁 OK、 何をかけるのか、いけ、うん、いかへんか、よいしょ、はい、これ闇切れへんのも大概しんどいな。あ、コンボ消し終わった。それは別れ歌、色骨も燃え尽きて、濡れる肌も土に変える、荒野を走る、あ、交渉、あー間に合えへんかった、死神の列、オッケーオッケーオッケー、黒く歪んで、はい、クリアできました。対戦ありがとうございました。はい、よっしゃ、初クリア。何がもらえるの？オッケーオッケーオッケー、ジオングあゲットできるんや。そうやね、氷やもんね。え、強ない、普通に24倍、最大強化したら、ちょっと見えへんか、ごめんなさい。おっし、いいっすね。で、なんか報酬があると。お、黒メダル。ありがとうございます。経験値ストック。おー、これあれ、ありがたい。はい。どうだったでしょうか、あの、ジオング降臨。あの、ね、コラボキャラとりあえず詰め合わせたら、ガンダムキャラ詰め合わせたら、あの、簡単だったんですけど、ごめんなさい。ちょっともう、これは、ちょっとどうなり対応しようかなと思って次第でございます。あの、もしね、もうしょうもない動画になってたら、最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。はい。めちゃくちゃ、もうトークもめちゃくちゃ、もう全然問題を出てたんで、はい。ちょっとでもね、なんか、面白くね、編集できるように頑張りますので、はい。最後まで見てくださって、ありがとうございました。ガンダムコラボ、ジオング降臨が来たということは、まだ何個かね、降臨ありそうですね。僕的には、やっぱ、ユニコーン来てほしいんですけどね。大好きですからね、小説も何回も見ましたからね、はい、それではまたね、皆さんも割と簡単だったんで、はい、準備降臨頑張りましょうそれではお疲れ様でした、見てくださった皆さんお疲れ様でした、ありがとうございました、バイバイ。